ンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、日本放送柿原忠です。10月最後の週末で、今年も残り2ヶ月とほんのちょっとと、はい、2ヶ月早いですよ。いやー、10月最後ですか、はい、もうね、はっきり言って曜日はもうなんか先月ぐらいから全く分かんなくなってて、まあ土日がかろうじて、まあ、ラジオが土曜日あって、はい、おまかせが日曜ですね。で先週なんて、おまかせがマラソンでなかったもんですから、もうその癖がついちゃって、歌で頑張りゃいいんだってもうびっくりしましたね。まあ、他の仕事もこなしてるんですけど、朝普通にラジオの時は、7時に起きて、でアッコのおまかせの時は6時に起きてるんですよ。7時に起きてやるんだ半信半疑でいらしたんですか今日。はい、なんとなくで雨降ってんじゃないの、確か昨日雨って予報だったけどなって。それで土日雨 で、はい、で月曜日ぐらいからまた暖かくなったりするっていうのがあって、あれ私ちょっと最近ボケが入ってきて雨じゃないなとかって言ったら、ちょっと小雨が降ってたんで家で、はい、もう今日はだから雨降り始めたらずっともう台風の影響で明日も一日雨ですね。でも意外に小雨だったけど、この有楽町は降ってませんね。今はまだ有楽町は雨降っておりません。今度も 16.3 度あるし。そうですね、昨日の東京って暖かかったでしょ。ポカポカいいお天気でした。もう家からもう起きてみたときなんて素敵な、要するに雨ばっかりだったから、はい、空気が綺麗なんじゃないの。そうですよ、ね、秋の空っていう感じの青い、ね、それなのに今日またちょっとうっすら寒いです。そうですね、まあ、台風の影響です、うん、はい、先週も台風21号にご注意くださいというふうにお伝えしましたが、はい、うん、今度は22号が発生していまして、うん、まあ、これ今沖縄に接近しております、はい、でスピードを上げながら西日本東日本の南の海上を進む見込みで、うん、上陸はしないんじゃないかと言われてますが、でも前線を刺激してですね、はい、大雨、また地盤が緩くなっているところは土砂災害も十分に警戒が必要ですから、今後の台風情報にはご注意ください。そうですね、本当に信じられないぐらいの勢いで降ってるところあるもんね。あります。明日も本当に強い雨になる可能性がありますからね。東京もです。東京もです。あ、そうですか。はい、ご注意ください、はい、で話はガラッと変わりますが、まさきあこさんが先月ぐらいから曜日がほとんどもう関係ないと言ったのは、はい、全てこの10月25日水曜日に向けてのね、はい、あこさんのデビュー記念日でした。そうなんです、ね、50周年に突入、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。もう今までまあそのなんてメモリアルイヤーっていうのあってね、例えば40周年、まあ場所で言うと40周年はアポロシアターニューヨークの締めはね、で30周年は国際フォーラムレイチャールズさん、レイチャールズさん来日共演ですね。でもね、その10月25日じゃなかったと思うんですよ。つまりツアーのファイナルだったりするから。そうなんですよ、ファイナルか最初か、最初か。それで今回は今担当してくれてるマネージャーがどうしても10月25日にやりたいっていうのがあって、はい、うんうん、でまあ今年は葛飾シンフォニー、うん、モーツァルトホール、はい、モーツァルトホールでやったんですけど、そこへお邪魔したのも初めてでね、だいたい私の記憶では横須賀芸術劇場っていうところだったんです、はい、で10月25日じゃないんですよ。でもこの間10月25日にその葛飾のモーツァルトホール、シンフォニーモーツァルトホール、もうその社長ももちろんマネージャーたち、歴代のマネージャーたちが見に来てくれて、もう走馬灯のごとく思い出したって、1曲目からまさに入曲、はい、もうね、歌詞もそうですけど間違っちゃいけないっていう気持ちと、はい、あん時こうだったとかね、いやもうね、カッキーは見に来てくださいましたけど、はい、私何回も泣きそうになって、もう酸欠状態になって2、3回倒れそうだったのよ。分かんなかったでしょ。倒れそうだと思わなかったですね。ただ、うん、明らかに
涙をこらえているっていう瞬間が 4、5回ありましたね。そうなんですよ、うん、よく泣かずにやれたなっていう。すごい印象的だったのは、はい、まあ、アポロでもやったと、はい、いろんな場所で私やらせてもらったけど、うん、今日のこの場所は絶対忘れない、うん、そうなのって言いましたね。もう2017年10月25日葛飾シンフォニーで、なんだろうね、もう感慨深いもんがあって、まあそりゃそうですよ。あのこれはまあ今月もう一回11月の20何日かな27日27日に、はい、あの NHK ホールですね、でやりますけど、あの変な意味じゃなくてね、葛飾のようなテンションっていうか、ああ気持ち、うん、やっぱり2回目ってのもあるし、その11月27日とかってやってると、私この間面白くて、あのまあご覧になってない方にあんまりお楽しみを少なくするとダメなんですけど、あのいろんな方にこのなんかコメントいただいてるんですよ、そのショーの中で、はい、でピンクちゃんにいただいてて、で、まあ、ピンコちゃんも面白いコメントをしてくださってるんですけど、はい、でそのお礼にピンコちゃんに電話したわけ、はい、ピンコちゃんありがとうございますって、もう嬉しいです、お忙しいのに、ヤコちゃんごめんね、もう葛飾も行けないし20 11月27日 の、 あの NHK も行けないのよ、それで3月の大宮かな、そこ行くから電話で、私ピンコちゃん私3月大宮行くんですけどそうよあんた聞いたわよいや今ついてるマネージャーのね M 君じゃなくて、その上司の N 君とどっかで会ったらしいのよ、で、あのやるって言っていけないのよねって言って、でどうなってんのよスケジュール N 見せないよって、もう仲いい人だから、はいはい、したらどうやってもスケジュールが全部合わないらしいので、私この番組やっていたり、そのせいでって言ってるんじゃないですよ、この番組やっていたりお任せやっていたりするじゃない、土日行けないんです、これ珍しいんです、普通は週末にコンサートやると集客ができるんです。そうですね、私ずっとこれも27年先週かな、先々週言ったでしょ、お任せも33、はい、もうそれぐらい分かんなくて、でも来てくださるファンがいるから嬉しいんですけど、全然スケジュール分かんないんですよ、はいはい、やってたら3月に大宮行くんだと思って、そこに行くわよ、他にどういうところご存知ですか聞いちゃったいやいや、マネージャーに全部聞いてんのよ、はい、でも何月何日どこ行きますから、あそうで終わってるじゃん、終わってます、ね、まずはもうなんか目先というかさ、目の前ですよね、そうそうすると、あの来月入ってから FNS やったりとか、はい、あの悪友さんの、はい、そのメモリアルの、あお世話になります、え、なんで、あ、悪友さんの日本放送取材です、はい、うん、あ、そうなの、あ、お世話になります、あなたは、え、じゃあ僕も一応日本放送の社員の一人として、 ありがとうございます、あ、私は何も関わりはないんですよ、ただ見に行くだけなんですけどそこにじゃあ掘らなかった、ただでいや、ただでって、まあ、わかりませんけどいやいや、でもね、はい、あ、そういえば日本放送の社長様にもあのこの番組の27年 の、 あのお祝いとして、あの時計をいただきまして、あ、立派な、27年ではなくて1400回ですか、あ、1400回か、あ、こちら50周年です、アッコさん、ごめんなさい、アッコさんの50周年のお祝いですよ、この番組関係ない、割り割らないでください、先週ありましたね、そういういただきました、立派な、もうどこへ飾るか迷っちゃって、置き時計なんですけどね、はい、もし入れなかったら僕いただきますけど、50周年って書いてあるよいいの、あのちゃんと取ってあげてください、お願いします、いやいやいや、いや使ってますけど、はい、いやそんなあってもう大笑いしました、ピンコさんから教えてもらうね、そう、でも佐田くんからも、佐田くんもコメントいただいて、佐田正史さんも、そう、佐田くんも電話かけて、でこれこれこういう風にするとお客は喜ぶとかね、佐田くんって4月10日誕生日一緒ってのはずっと言ってたでしょ、だけどデビュー記念日も一緒なんだって、この番組で何度も言ってますよ、あーそうあこさん何度も言ってます気がつかなかった気がつかなかった、ご本人にも言ってますか、佐田さんにも、だから佐田さんはそれを覚えてらして、あこさんに、私の5年後輩になる、はい、そうです、そうです、私たちの業界はだから周年も一緒ですねって話です、そう、私たちの業界はレコードの発売日がデビュー記念日なんですよ、はい、まあまあ
他の人は住みません。大概はそうだと思いますよ。はい、だからマコさんのアーティストとしての誕生日、はい、人間としての誕生日が佐田さんと一緒って、はい、そう言ってた。何回も何度も言ってますよ。なんかそういうの覚えてないんだよね。まあやっぱりね、必要最低限のことだけを覚えて目の前のことに全力投球。そうそう、それがそれです。いや、それはもうそれこそアコさんのデビューコンサートでも、はい、過去の映像と今歌ってるアコさんの映像が、そうそう、今回ね、見事にシンクロするんですが、はい、アコさんはもう過去は過去です。そうです。ものすごくレイ・チャールズとの共演も嬉しかった。あ、もう全然アポロシアターも忘れられない、はい、だけど葛飾シンフォニーヒルズ、はい、モーツァルトホールです、はい、今日ですっていう、うん、感じがやっぱりアコさんだなっていうふうに思いましたよね。なんかね、賞をもらったりね、するのはありがたいけど通過点だからね、はい、うん、今回コンサートをご覧になった方がいろいろ感想をもちろんメールでもいただいてますし、はい、ツイッター上でももう結構あれですよ、あの水道ばかし、水道ばかし、水道ばし、違う、水道ばし博士が、はい、なんか、ツイッターやってくれてて、それ私たち歴代マネージャーと社長とで顧問っていうか、もうみんなでお食事してる時に見つけてくれて、みんなでツイッターしようぜとかっつったら見つけてくれて電話したんですよ。私水道橋博士にありがとうっつって、もうなんとかとか難しい言葉でなんかあげてくれてて、あ、なんかもう水道橋博士も分泌業をされてますから ね、すごいね。水道橋博士のツイッターちょっとご紹介しましょう、はい、一部ですが、はい、和田アキ子ライブはバックのスクリーンに過去映像がシンクロし、めくるめく構成が胸キュンものなのだが、近年の氣志團万博に連続出演した際に、初めて歌ってるのを生で見る若者たちが驚きの中で堂々とスイングするところがライブアーティストとして超かっこいいんですと、うん、で、アコさんがまあ電話をしたということですね、はい、で、博士曰く寝ていたところ和田アキ子さんから電話上がり飛び起きた、はい、大きなライブ終わりで達成感と安堵と解放感に包まれて実に楽しそうにされていた、はい、次々と周りの方と電話を代わられたのだが、はい、大変恐縮した、はい、それでも今思い返してもあれは良き光景だったな で、ね、でも10時過ぎだから早くお休みになるのね。じゃあ、ああ、まあそうですね、うん、あ、まだ10時台だったんですか。10時過ぎです。だって社長も会長も、あ、みんなさ取締役も、役員も部長も副部長も全部いるんですから、はい、全部に自己紹介したり、ホリケロの何々やっております何々ですっつって、あ、そう、だから、うん、なんか恐縮されたんじゃない。そういうことなんですね、はい、他もいろいろ番組にも感想届いてます。一部ご紹介しましょう、はいはい、これはね、三宅島からわざわざ葛飾シンフォニーヒルズに行かれた、はい、わー、ありがとう方ですね、田中さん、はい、三宅島から行きました、はい、台風の影響で乗る予定だった飛行機が欠航するなど、はい、いろいろ大変だったんですが、はい、なんとかたどり着きました。コンサートでは1曲目から引き込まれ、うん、自然と涙が、アコさんの名曲がずらりと並び、はい、自分の聴きたかった曲がほぼ聴くことができて、あ、よかった、ものすごく嬉しかったです、はい、洋楽カバーのコーナーで、はい、ダンスかっこよかったですね、まあこれはダンスと言えるかどうか、アプターファンゴのところですね、はいはい、あ、かっこよかったですね、はい、アコさんの音して歌いながら踊るなんてすごいと思いました、はい、最後の曲、はい、アコさんを体で感じて痺れました。大号泣でした、はい、アコさん本当に素晴らしい歌をありがとうございました。ありがとうございます。バンドの皆さん、ダンサーの皆さん、スタッフの皆さんにもお礼を言いたいです、はい、ツアーはまだまだ来年まで続きますが、はい、くれぐれもお体、喉にお気をつけてお過ごしください、はい、ありがとうございます。嬉しいね、本当に嬉しい。他、はい、足立区の年金族のヒデさん、はい、あとはですね、本当は江戸川の住民さんからもいただきました、はい、たくさん、幸子さん、他、はい、ありがとうございます、頑張ります。本当に NHK 言っててももうすぐだもんね、はい、11月27日そうです。あ、まあ、今覚えてるってことですけど、来週には忘れてるかもしれませんが日付は3月は大宮ですよ、はい、はい、そんなアコさんのツアーがスタートしましたそしてそのデビュー記念日にリリースされたアルバムが、はい、ザ・レジェンド・オブ・ソウル・アキコ・ワダ 50th アニバーサリーベストアルバム、はい、この中に収録されております。もちろんこの曲から歌手和田アキコの伝説が幕を開けたということで、今日の1曲目はこちらにさせていただきました、はい、和田アキコ星空の孤独。